ノエル・アレはフランスの画家、版画家である。パリで生まれた。祖父のダニエル・アレはルーアン出身でパリで装飾画を描いた画家であり、父親のクロード・ギー・アレもローマ賞を受賞した画家である。父親から絵画を学び、1820年に姉が画家のジャン・レストゥと結婚していたのでレストゥからも指導を受けた。1736年にローマ賞を受賞し、 1737年から1744年の間、ローマに留学し、在ローマフランスアカデミーの校長、ジャン・フランソワ・ドトロワに学んだ。フランスに戻った後は、王室から注文を受けて、大トリアノン宮殿や、ショワジイコールルイコールロワ城、ショートリアノン宮殿などの装飾画を描いた。1748年に、王立絵画彫刻アカデミーの会員に選ばれ、 準教授となり、1755年に教授となった。王立・オブラン製作所の監督や、ザイローマ・フランスアカデミーの校長も務めた。ノエル・アレの息子、ジャン・ノエル・アレは有名な医師になり、ナポレオンやシャルル・十世の寺院を務めた。ありがとうございます。